はい、どうも、勘九郎です。相変わらず陰性症状がひどくてですね、もう毎日、ほぼ寝てるだけの生活をね、送ってます。でね、食料の買い出しに行くときだけ、外に出るっていう感じで、その時にね、ちょっと、ローソンのうちカフェですね、うちカフェのカフェオレ、砂糖不使用のやつなんですけど、グランデサイズのちょっと大きめの、カフェオレをね、買ってきたんで、ちょっと今飲んでます。はい。もうほんとね、外出るのが、食料の買い出しに行くときだけなんで、それ以外は本当にもう寝てる感じで、お風呂もね、もう本当に入れてなくて、髪の毛ネチネチなんで、ちょっと帽子で隠してるんですけど、まあ、ほんとひどい状況ですね。うん。でもね、本当にね、応援してくれるコメントがすごい多くて、無理せずに頑張ってくださいね、みたいなコメントが本当に動画にね、たくさん来てて、ちょっと動画撮ってみようかなと思って今、ちょっと回してます。はい。チャンネル登録よろしくね。これ、美味しいですね。砂糖入ってるやつも好きなんですけど、普通のカフェオレ普通のカフェオレとあと、キャラメルラテとかもありますよね。うん。キャラメルラテも好きなんですけど、砂糖不使用の方がいいかなと思って、ちょっと今回は砂糖不使用のやつを買ったんですけど、あと、ハニーラテっていうのもあったんですけど、僕ハニーラテが一番好きだったんですけど、ハニーラテが、なくなったのかな？最近全然見かけないんですよね。売ってないんですよ。ハニーラテ多分なくなったような気がしますね。あれ、美味しかったんですけどね。うん。まあそんな感じでちょっとうちカフェのカフェオレでも飲みながら話してみようかなっていう感じですね。本当ね、さっきも言いましたけど、応援のコメントありがとうございます。すごい僕も、生きていようかなみたいな、こんなもうずっと寝たきりの状況でも生きていようかなみたいな感じで、こう、生きる元気みたいなのがちょっともらえるんで、すごい、コメントありがたいですね。はい。本当、ありがとうございます。これ美味しいですね。あとね、本当ね、寝たきりなんで、ずっと一日中寝てるんですよ。でね、これ不思議なことに、薬飲んでるからっていうのもあると思うんですけど、朝起きるじゃないですか。起きて薬飲んでまた寝て、で、お昼また起きるじゃないですか。で、薬飲んでまた寝るじゃないですか。で、夜だけご飯食べてるんですけど、夜ご飯食べて、で、また寝るんですよ。ね、ずっと寝てるじゃないですか。それで、ね、夜寝れるのかって言ったら、それがこれまた夜も寝れちゃうんですよ。すごいね、やばいなっていう感じですね。どんだけ寝るんだよっていう感じなんですけど、もうずっと寝てるんですよね。それ以外ほぼ何もしてないっていうね、YouTube のコメントの返信だけやってる感じで、それ以外何もしてないというか、ゲームしたりとか、TVer でテレビの見逃し配信とか、そういうの見ればいいじゃんっていう感じなんですけど、そういうこともできなくて。チャンネル登録よろしくね。ゲームする元気も出ないし、そういう TVer の見逃し配信見る元気も出ないんですよね。何もする元気が出ないんで、それだったら、こういうカメラに向かって喋る方が、やりたいなっていう気持ちになるんで、ちょっとカメラ回してみたんですけど、そんな感じですね。ほんと一日、本当に何もしてないですね。本当に寝てるだけで。ちょっとひどい状況ですよね。でね、外にね、買い出し、こういう飲み物とか食べ物を買い出しに行くんですけど、買い出しに行くのもね、しんどいんですよね。本当にね、陰性症状って、お風呂入るのも、歯を磨くのも、しんどいぐらい元気が出ないんですよね。陰性症状ってそういうものなんですよね。はい。いやー。辛いっすよ。本当に辛いっす。前みたいにね、公園行ったりとか、外出できたらいいんですけど、まだね、ちょっと外出するパワーが戻ってきてないんで、陰性症状ね、どのくらいまで続くのかなっていう感じなんですよね。フードちゃんとなってるかな。僕、どうでもいい話なんですけど、フード付きの服が好きで、パーカーとかこれユニクロっすけど、僕ね、服ユニクロか GU しかほぼ買わないんで、ユニクロと GU の服ばかなんですけど、このね、フード付きの服がすごい好きです。はい。全然どうでもいい話なんですけど。そうそう。外に、猫ちゃんがいる公園とかね、行ける元気があったらいいんですけど、ちょっとね、そういう元気もまだ出ないという感じで、はい。まあね、そんな感じで、ゲームする元気もないし、TVer とかでテレビを見る元気もないし、っていう感じで、ほんと、
薬飲む時だけとご飯食べる時だけ起きてるっていう、前にね、一日のルーティン動画を撮影したんですけど、その時と何もね、ほぼ変わってない状況でして、でもね、生きてるんでね、頑張って生きてるんで、心配しないで大丈夫です。生きてます。はい。そんな感じでですね、僕、普段はですね、無職ニートのリアルな日常みたいな動画をアップしてまして、あと、僕、統合失調症なんで、病気関係の、今回も病気関係になるのかな、こういう統合失調症に関する動画もアップしてるんでですね、もしよかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、この動画が良かったと思ったら、グッドボタンの方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。